南あわじ市の牛乳製造会社がコロナ禍で需要が落ち込む中、新たに開発したコーヒージャムが人気を集めています。こちらが南あわじ市にある淡路島牛乳が開発した淡路島コーヒージャムです。新型コロナウイルスの影響を受け、外食での需要が減るなど牛乳の消費が落ち込む中、消費者から牛乳を使ったジャムを作ってほしいという要望が寄せられ誕生しました。40年ほど前から販売している人気商品、淡路島コーヒーの味わいをそのままジャムに。原材料の8割が牛乳で、コーヒーの抽出液などと丁寧に煮詰めて濃厚な仕上がりになったということです。コーヒーの風味を生かしながら、でも食べやすいような甘さに仕上がっています。なんとかこの牛乳をです、余らさないように売り上げ伸ばしていくために開発していきたいと思っています。牛乳の消費拡大のため開発されたコーヒージャム、島内の観光施設やオンラインショップなどで販売されています。